い、どうもジュンです。今回はですね、こちらユニクロの名作みんな見逃してへんということでご紹介していきたいと思います。しかもですね、期間限定の値下げと、ね、5月12日の木曜日まで値下げということで、本日まででございます。またどっかのタイミングで値下げするかもしれないですけどね。ということで参りましょう。もうこれは初心者、ファッション初心者の方もさらに、もう最近ね、もうワイドパンツ秋田はという、そのおしゃれ上級者感度高い方にもおすすめできるユニクロの名作でございます。お前が買ってきたのはこちらでございます。ババーン、スマートアンクルパンツ。なんかさ、このスマートアンクルパンツ一斉に値下げしてるわけなんですよね。結構昔からユニクロさんに置いてるアイテムかなと思うんだけど、僕はですね、まだ一回も買ったことなくて、あ、いいんやろうなみたいな、まあいいんやろうなみたいなぐらいしか思ってなかったんだけど、これね、押せるポイントがね、3つもあるわけなんですわ。こちら正式名がスマートアンクルパンツ2ウェイストレッチ、グレンチェックの標準丈 64.5 から70.5 でございます。なんか長いな、名前長いなって感じなんですけど、これめちゃくちゃ良かったんだよね。試着しちゃったらもう取り込みたいな、そんな感じでございました。で、最終的にね、5コーデぐらいもご紹介しようかな思ってますね。まあゆっくり見ててください。まず押せるポイント1点目なんだけど、このね、グレンチェックやばない。スマートアンクルパンツ黒とか白ももちろんいいんだけど、見えますかね、このグレンチェック。グレーなんだけどチェックになってて、しかもこのね、青色がね、ライン入っててめちゃくちゃおしゃれなんだよね。近くで見るとよりおしゃれ。引きで見たら、まあ、ただのグレーのパンツやないかって感じするんだけど、近くで見たらね、めちゃくちゃかっこいいデザインなわけなんで、ユニクロではなかなか見かけないこのおしゃれな感じね。やっぱりそのボトムス最強の色っていうのがブラックよね。このブラックのカラーはめちゃくちゃかっこいいよね。だってさ、バットマンがさ、黒い格好してんのはかっこいいからやんね。バットマンが白い格好してたらさ、なんかちょっとちゃうやん。可愛らしい感じ、天使っぽい感じになるやんか。黒ってやっぱね、最強なのよね。ブラックホールも真っ黒やないですか。かっこいいやんね。ブラックホールが白かったら逆になんかこう可愛らしい感じになるやんね。今白 T 着てるけど、爽やかさだとか清潔感だとか、そういう印象あるのが白なんでね。春夏にやっぱ白のボトムスもかっこいいから履きたい。黒、白がね、まあ、二強かなと思うんだけど、無双かなと思うんだけど、その次にグレーとか、ベージュとか、デニム来るわけですよね。で、グレーはね、無彩色カラーだから、ぶっちゃけコーデ組みやすいわけなんですよね。色物持ってきても邪魔にならないというね、バランス取りやすい、中和しやすいアイテムなんですよね。しかもこの爽やかめなグレー、ダークグレーじゃなくて、明るめのグレーなんで、爽やかなコーデがしやすいわけなんですよね。そしてこいつの押せるポイント二つ目なんですけど、これ履いた時ね、めちゃくちゃ膝が曲がるよね。ツーウェイストレッチということで、縦にも横にもめちゃくちゃ伸縮性抜群なわけ。もう見えますかこれ、引っ張ったら伸びるっていうね。こちら素材がですね、ポリエステルレイヨンポリウレタンなんですけど、ポリウレタンが 4% 入ってんだよね。これ 4% が超大事でさ、スキニージーンズとか見てもらったら大体ね、ポリウレタン 1% とか 2% 入ってるわけで、こいつに関しては 4% も入ってるんで、めちゃくちゃストレッチ性いいんだよね。今履いてるこの感動イージーパンツもめちゃくちゃストレッチ性効いてて、もうほんと普段から履いちゃうわけよね。家でも履いちゃうぐらい。やっぱりね、楽でかっこいいのが最強ではありますよね。セルビッチデニムとか生地硬いパンツって結局なんか履かんくなるじゃないですか、だるいから。でもこういうね、ストレッチ性効いててめちゃくちゃ楽でかっこいいやつってのが結構ヘビロテしちゃうアイテムなんですよね。推しポイント3つ目なんですけど、シルエットがとにかくいいわけなんですよ。ご覧いただきましょう。ババーン、これの感じですね。太ももあたりがワイドめな感じ。これでテーパードかかってて、アンクル丈なわけなんですよね。名前にも入っておる通り、こうくるぶしが見える丈なわけなんですよ。昨今ね、やっぱりそのワイドめのパンツが流行ってるじゃないですか。太もも太くて、そのままズドーンと落ちるようなワイドめのパンツがね、昨今トレンドかなと思うんだけど、ちょっとそれに飽きてきたと言いますか、もっと大人っぽいコーデがしたいっていう風潮に自分の中でまあなってきてるわけよ。そういった中で、こいつはめちゃくちゃいいんだよね。これプラスジャケット羽織ればですね、綺麗めだし、シャツネクタイしたら全然オンでもビジネスオンでも使えちゃうわけよね。でさらにタンクトップにシャツとか羽織ったら全然カジュアルにオフでも使
使えちゃうわけよね。僕身長177センチ70キロの体型で足が短い短足なわけなんですけども、丈直しせずにこちら着用できます。こちら M サイズでウエスト76から84でございます。実際に着用したシルエットはまた後ほどね見ていただきますけどもね。でカラーのここタックが入ってるセンタープレス入ってるんで綺麗めだし、腰回りも結構ゆったりめな感じで、ウエストのギミック見ていきましょう。こちらですね、フックになってて、でさらに中側にボタンついてて、でドローコードついてるから、ベルトなしでもまあウエストねギュッと締めることができると。でチャックついてて、さらにベルトループもついております。感動のそのイージーパンツだったらこの横のところゴムになってたりするんだけど、こちらはですね普通ですよね。ただ全然これストレッチ効いてるからゴムなくても全然平気かな思いますわ。後ろのところポケットねちゃんとついてますし、あとサイドのところにもポケットついております。もう問題ないやん。で価格がですねこちら今ならなんと2990円今日までです。こちら元の値段3990円でちょっと高いかなっていう印象あったんよ。4000円かとか思ってたんだけど、値下げして3000円ぐらいだったら買ってもええかなーいうことで、この推しポイント3つに引かれまして、もう試着しちゃったらさめっちゃいいやーってなって買うちゃったわけでございます。黒のスラックスも白のスラックスももうすでに持ってるわーいう方はぜひこのグレーのパンツねぜひチェックしてほしいなー思います。ということでですね、身長177センチ70キロの Y がこちらを試着するとどんな感じになるのか行ってみましょう。ということでまず1コーデ目、綺麗めコーデやってみました。ですね、こちら感動ジャケット、ユニクロセオリーのやつ、中に T シャツ着て白黒グレーのコーディネートですね。やっぱこう白のスニーカーだとか白の靴下、白の T シャツ持ってきてるとかなり清潔感出ますよね。ちょっと綺麗めすぎるかなということでキャップかぶってやって、カジュアルとドレッシーのちょうどええバランスにしてやってもええんかなと思います。これでデート行ってもいいし、なんか結構ゆるい系の会社だったらこんなんもありなんじゃないでしょうか。クールビズ的な。で、ジャケット脱ぐとこのような感じですね。T シャツ出してやって、よりカジュアルな感じに。いや、これで、夏全然ありくない？スラックスに白 T みたいな。全然これはこれでありな気するんですけど、いかがでしょうか。これユニクロセオリーのね、T シャツで XL サイズだからちょっと大きめな感じなんだけど、なんかあれかな、やっぱオーバーサイズの T シャツって可愛らしいっていうか若い印象なんのかな。もうちょいなんか4分袖ぐらいとかの方が30代だったらもしかしたらいいんかもしれないですけどね。いやすんごい爽やかやないかーい。通行で目、これはですね中のT シャツ変えただけっていうね、黒のタンクトップに感動ジャケット合わせております。なんか黒のジャケットでもいいんだけど、コンブレ、紺のブレザー持ってきてやっても全然ね相性いいかな思いますわ。ちょっとこう着崩した感じ、タンクトップ涼しくてね、ジャケットテーラードジャケット着てもそんなに暑くないんだよね。めちゃくちゃこれ好きでございます。最近タンクトップにテーラードジャケットのコーデが多いかな、個人的にはね。プライベートで結構こういう格好しておりますけども。そしてですね、スリーコーデ目、今度はシャツジャケット、これユニクロ U のやつなんだけど羽織ってみました。やっぱカーキとかそういうのとめちゃくちゃ相性いいですよね。なんかカーキもさ、なんかグレーに近いような色味だもんね。だからめちゃくちゃ相性いいんだよね。ミリタリー系のこういうなんていうのかな、グリーンっていうかカーキとめちゃくちゃ相性良き、アースカラーとめっちゃ相性いいかなと思います。今黒のタンクトップだけど全然白でもいいし、なんかピンクとかなんか何持ってきてもいけるかなって感じですわ。なんかジャケットとの相性めっちゃいい。でさらに4つ目のコーディネート、こちらですねストリートっぽい感じ、これもユニクロ U のなんだっけ、オーバーサイズのあのシャカシャカのアウターなんですけど、こういうパープル系持ってきてもめちゃくちゃ相性いいよね。春夏こんなんありやないですか。朝晩寒かったりするんで、こういうねウィンドブレーカー的なやつ羽織ってやれば全然いいかな。でこのアウター自体がめちゃカジュアルっていうかスポーティーな印象だから、スラックスでこうバランス取るみたいな、そんな感じでございます。でちょっと暑いは主だ、アウター脱いでやりまして、ライトアウター脱いでやりまして、 T シャツとこなんな感じのコーデもいかがでしょうか。こう白のタンクトップチラ見せみたいな若者こういうの好きそうですよね。 GU のタンクトップですけども、こんなんもありかな。やっぱね白黒との相性がね、このグレーのパンツ抜群にいいよね。
なんか最近カジュアルでデニムが結構まあ人気っていうかトレンドだったりするかと思うんだけど、これ、ね、人と違う差別化っていうんですかね、グレーのスラックスかなりおすすめで、最後5つ目のコーディネート、めっちゃ爽やかめな感じで白シャツ、これ GU のやつだけど、とさらに白のタンクトップね合わせてみました。めちゃくちゃ爽やか、やっぱ白との相性抜群。なんかベージュのパンツと同じ要領でコーデしてやればだいたいうまくいくかなーって感じしましたわ。でニューエラのキャップちょっと差し色みたいな感じでダークグリーンのキャップ被ってますけども、いやこれはいいよね、爽やか、なんかすごい上品というか、なんだろう、悪い人じゃなさそう、いい人そうみたいな悪いことしなさそうって感じのイメージ。でさらに前開けてやるとこのような感じでございます。いや春夏これ間違いないっしょ、デートコーデにもおすすめでございます。でですね、最後おっさんがマスクを外すとこれな感じでございます。普段マスクばっかしてますけど、実は品川庄司の庄司さんみたいなそういう顔してました。ということで以上今回はここまでです。ちょっとでもね参考になりました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。